君が亡くなってもうすぐ1年が経つ。ここの霊園は君が生前ここがいいと言って決めておいたんだよね。明るくていいところじゃないか。思い起こせば高校生の時だったな。君の方から私に近づいてきて、そう、あの頃から始まったんだ二人の人生は。郷里、福岡県の隣にある熊本の大学へ私が進学すると、君も学校は近いが同じ熊本の女子短期大学へ入学してきた。驚いたな、あの時は。そしてそこで青春という時代を過ごした。そう、あれが青春だったんだ。私が卒業して就職したのが飯塚にある炭鉱。そこで二人は結婚。付き合い始めてから7年の歳月が過ぎていた。ところが就職した炭鉱がやがて社用化して毎日ストライキの波。私は上京して新しい仕事に就いた。慌ただしい転職だった。そして君とはしばしの別居状態となってしまった。別居中、君からもらった当時の手紙の束がここにある。読み返していると私のハートの間で随分と苦労をかけたらしい。その頃私は新天地で土曜日曜もなく必死で働いていた。やがて半年後、江戸川に六畳一間の鹿島を見つけた。そして君を呼び寄せた。生活といっても給料が安くてね、部屋代5000円を払うと残り1万円足らず。1年も経たないうちに西武池袋線ひばりが丘の会社の社宅へ引っ越し、新しい生活が始まった。二人の男の子に恵まれ、自然豊かな環境のもと子供らはのびのびと育った。昭和44年、日本万国博工事に携わるために大阪へ転勤。一家で宮川の社宅へ一旦引っ越した後、豊中市上新田のマンションに落ち着いた。この頃から君は君の本領を発揮するようになる。君は工業用ミシンを買って、自分の服はもちろん子供たちの服など自分でこしらえた。ところが君はこの頃から心臓病を患った。万博の翌年、心臓弁膜症の手術を受けた。この時から生涯6度にわたる入院大手術の繰り返しだった。しかしそれだけ生きていて体が動くことのありがたさを誰よりも深く感じていたんじゃないか。
そして好きなこと、やりたいことをとことんやってきたんだ。子供らも手がかからなくなると、まずは手芸に打ち込んだ。そして地元の公民館で御殿張り作りの講師をやる腕の上げよう。新聞にまで紹介されたりして。手芸を通じて友達の輪を広げていった。君はお友達が増えてくると、私が車の免許証を持っていないのをいつもぼやいていたな。そこで君は自分でバイクの運転免許を取ると言って何やら勉強を始めた。そして免許を取るとバイクをローンで買ってさっさと乗り回していた。君にはそういう積極性というか男勝りのところがあった。男の子2人もそれぞれ結婚し、孫の顔も見られるようになった。私たち夫婦の役割も一段落だ。そのうち君は写真を本格的にやりだした。カメラ教室に通いだした。写真のクラブにも入って仲間と撮影に出かけたり、展覧会に出したり、しまいには美術展に出品して数々の賞をもらうまでに上達した。それはまあ君の負けず嫌いの熱心さのおかげかもね。さて、君の良かった点は積極性だな。知らん人でも積極的に話しかけて相手になったり、話の輪に飛び込んでいったり、そうして仲間をたくさん作って交流の輪を広げていた。そういう点は正直私には欠けていた。しかし生涯を通して本格的に取り組んだのは、何と言ってもお花の世界だろうね。お花の世界も毎月研究会のほかに、上に上がるには何やら筆記試験があるという。例によって君の負けず嫌いに火がついたような猛勉強をしていたな。そしてとうとう試験を突破して上のクラスに上がった。あの時は本当に君は嬉しそうだった。生涯で一度でいいから尾瀬の水場所を見に行きたいという君の希望を受け入れて、東京のお友達に頼んで連れて行ってもらったことがあったな。君の体力が心配だったけどな。
その後入院も時々していたが、毎月のお花の研究会だけは主治医の許しを得て病院から抜け出し研究会に通っていた。本格的にやりだして20年目、そして20年間連続優秀賞なるものを受賞した。この世界では大変名誉な賞らしい。ここまで病気もさることながらただただ本当に勉強なさったんですね。郷原先生よろしくお願いします。スカッとかいろいろ言ってくださって、これだけの大勢の方がいらっしゃって、私は素晴らしい財産をいただいたなと思って喜んでおります。これからもどうぞよろしくお願いします。お目にかかることも方も多いと思いますけれど、このご縁をいただきまして、ありがとうございました。私も郷原先生、毎年その年間優秀取るだけでも結構大変なんですよ。そのですね、年間優秀一回でも欠席したらダメなんですよ。ダメだから、そりゃ厳しいね。張ってでもいかないだから先生はもう入院してても入院先から行ったりとか、20年とか30年とか続けるっていうのはやっぱり相当な、やっぱり途中で辞める人も多いんでしょうね。途中で辞める人もいますし、郷原先生はもう95点が取れなかったらすごく悔しい。なるほど。もうなんかもう悔し涙が出るぐらい多分悔しい思いして帰ってきはるんですね。うん、しましょう。76歳のお誕生日おめでとう。はい、ありがとう。へえ、長生きした70まで生きられるかどうかと思ってたのが7歳儲かっちゃったね。いや6歳か。だいたいもう60頃からもういつ死んでもいいわという、生きてたからね。もうまだ生きてるんだ。あの頃からまあ開け直って、もう一年おまけの人生っていう感じでね。年取ると嫌だって言うけど、うん、嬉しいよね、だん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 なんか長生きしてて、まあ一年無事に過ぎたらなんて。の世界で20年間連続優秀賞を受賞したのも大変なことだったのに、あれからさらに10年、今度は30年連続優秀賞の受賞だという。体はもうボロボロになっていたのに、君は人生最後までよく頑張った。平成24年まで支部研究会において連続して年間優秀賞を賞し、ここに賞状並びに記念品を授与し表彰します。
さすがに金もやつれが目立ったが、これでおまけの目標を一つ達成したんじゃないか。最後となった阪大病院での病床で、君は延命治療は一切しないでと言った。ただ生きているだけではつまらないと、生きている以上は何かをやりたいと、今度は秋の文化祭にネズミの人形を作ることにし、100匹を目標に作り出した。ここにこうやらないかな。田舎の優等生も都会じゃ一山いくらだったよ。スカーフ、そして76匹作ったところで再入院。しかし文化祭にはたくさんのネズミ人形が並んだ。病院からも半ば見放され、自宅介護の身となった君。退院の日、多くの看護師さんたちが温かく見送ってくれた。看護師さんとはいつも仲良くしていたな。はい、ここら辺でいいです。はい、大丈夫ですか。眼鏡でごまかして。眼鏡ごまかして。チーズ。ちょっとここら辺の帽子の角はどうなの。あ、ちょっといいよ。いい感じやね。よく見えたいよ。はい、チーズ。そしてとうとう力尽きて、君は帰らぬ人となった。この仏壇、生前君が選んで準備していたものだ。この墓地しかりだ。君はここが大変気に入って、ここがいいと決めたんだ。もっと元気を出して頑張れなよという君の声が聞こえてきそうな気がする。そうだな、君の頑張り屋さんを見習ってしっかり生きていくよ。すまんが、君のそばへ行くのはまだ先だ。この世で当分頑張るよ。